100万人いたらあのここ縫うわ。ちょっと待ってください。だから俺の携帯なんかそのフリワンさんが入ってる。お父さんが知らんお姉ちゃんじゃあそんな感じで接してくれたじゃないですか。弟にくださいね。やめろ危ないで。おい、つま先で俺の何回も言うな。どうも、カイサクです。さあ、今日なんですけども、なんとあの野生爆弾クッキーさんが部屋に来てくれます。僕はクッキーさん出てもらうとしたら絶対にトークがっつりしたいなって、普段テレビでは見れないクッキーさんをお見せしたいなって僕は思ってたんですけど、それってどうなんみたいな、これはクッキーさんもやりたいことでは絶対ないだろうなって僕は勝手にずっと思ってたんですよ。なるほど。でもお仕事一緒になった時に満を持してちょっと行ったんですよ、はい、クッキーさんのとこ行って、すいませんっつって、もしよければトークさせていただけないでしょうか言ったら、二つ返事で全然ええよって言ってくださって、今回こう叶ったんですよ。すげえ。もう普段ね、まあ多分ほとんどやってないと思うんで、クッキーさんがテレビでトークするっていうのは、はい、いろいろ聞きたいことがあるんですよ。やっぱ視聴者さん的にも、え、クッキーさんってそんな人だったんで、多分思うことになるんじゃないかなと。聞きたいでしょ。いや、聞きたいっすよ。ね、今やもうスターですけども、はい、どうなってこうなってスターになったのかとか、下積み時代も結構長かったと思うんですよ。その辺の話だったりとか、はい、もういっぱいあるんで、はい、ちょっと今日は。クッキーさんにいろいろ話を聞いていきたいと思いますんで、本日もどうかお願いします。野生爆弾クッキーさんです。いやーいやーあ、そっち。いや、本当に出ていただいてありがとうございます。いやいや、そう、何を何をありがとう、こちらこそありがとうございます。ありがとう。ちなみに僕のチャンネルって見たことは、ね、ないよ。でもちょっと二人でがっつりトークさせていただきたいんですけどって言った時に、うわぁそうかってならなかったっすか。いや別に梶原やからいやとかそんなんもないよ。なんもないですか。ないなんやねん梶さんくて。聞いてるで噂いろいろ。どんな噂ですか。いや YouTube 初めてなんか100万人いかんかったらやめるとか。あ、そうですね。そうそういう一応公約をさせていただいてるんですけど、俺 YouTube やってたよ、知ってる。え、お箸の持ち方先生言うてさ、はい、なんかお箸の持ち方教えるって YouTube やってて。いつですか。そう、でも3、4年前かな。それはどれぐらい動画上げてたんですか。2週に一遍でしんどなって月1ぐらいになったんかな。しんどってしんどって。そうそう、再生回数とかはね、よいって3万ぐらいじゃない。登録者数2万ぐらいじゃない。2万ぐらいで。あ、だからもうすごいなお前。90万。いやでも、なんかこの梶原にどっかで公約しようかな。お前が100万人いったら俺なんかするみたいな。うわっマジっすか。解散が100万人いったら、うん、クッキーさんが何かしらの公約を今言ってくれるんですか。そう。いやいや、ぜひ。え、マジで。はい。うわ、ちょっとドキドキしてきた。お前でもそれでも、それでちょっとでも増えたら価値が良くなるんじゃろ。いやもう優しいな、もう。はい。100万人いったらここ縫うわ。ちょっと待ってください。ちっちゃいトークですよ。誰も登録しなかったんです。いや見たやろ、俺がここで。いやちょっと見たいですけど。タコ糸でちょっとタコ糸もいいんですけど、うん、YouTube、うん、もう一回やるってことですか。いや、マジ勘弁して。楽しかったよね、はい、楽しいねんけど、しんどいやしんどいや、スケジュールもごっそ持っていかれるした。無理しなくてもいいじゃないですか。好きな時にあげる。例えばクッキーさんゲームとかも好きじゃないですか。あ、好きゲームチャンネルを作るとか。ゲームってお前ぷよぷよしかせえへん。鬼武者しかせえへん。ぷよぷよと鬼武者だけで持つ。ぷよぷよいいじゃないですか。クッキーさんと視聴者でぷよぷよ対決とか。とりあえずチャンネルを作るってどうですか。僕がもし100万人いったら、国サック。なんでなんでサック盗むんすか。僕にサックくれよ。なんでなんすか。いらないでしょ僕のサック。でお前カッジーにせよ。俺クッキーだからお前カッジーにせよ。え、これごと持っていくってこと。俺もらっていくねん、これを。ほんで俺がクッキーさんの棒もらってカッジーになるんですか。カッジー。俺がクッキーサックにするから。サック、クッキーサックでもいいけど。名前はもうお任せしますけど、ちょっとほんまにそれどうですか。だってチャンネル作る分は損得も何もない。何もしゃんでええんやろ別に。たまにこうふわってあげたらええの。あげるだけで多分クッキーさんのファンは、うん、喜ぶと思うんですよ、たまにでも。お前それあるやろ、お前どうせ。ほんでお前俺のまた登録者数少ないやつ見て、イチャーって笑うやろ、ほら。しないよ、絶対しないよ。許さんからな、先輩をコケにするようなやつはもう。そして、うん、もしよければ、うん、僕出してください。ああ、いいよいいよ、ぜひ。いいよいいよ。毎回出んねや、お前。毎回出。毎回、うん、だから2つやることになるわ、YouTube チャンネル。大変やな、頑張れ。いや、しょうがない。シャンプー、クッキーさん見てるから、さっき。お
遠目に出なあかんよ。サック、クッキーサックやから。ダブルサックやから、お前。ちょっとこれ安田聞いたな、はい、これめっちゃ素敵な話になってるから、もし僕が100万人登録いったら、あー YouTube チャンネル開設するっていうことや。いや、いいよ、やるやるやる。いやーすごい、これはすごい。で、軽くロケさせてください。忘れたらごめんやで。え、喋ったこと忘れ、俺すごい忘れるからするよ。いや、嘘だ、それはない。ほんま、ほんま思いつき持ってきて喋るタイプやからさ。そんなんあったっけって言うってことですか、ね、いや、あの、多いね、あかんって、それは言うても劇場とかで結構クッキーさんとお会いするんで、会うたびに僕言いますね。あ、分かった。お願いします。すいません、前置きが長なりすぎましたよ。ちょっと今日はね、クッキーさんにいろいろ聞きたくて。いいよいいよいいよ。まず YouTube 自体は見られるんですか？ YouTube、あ、見るよ。あの、格闘技好きやから。あー、なるほど。格闘技系やね。はいはいはい。と、まあ、バンド系。はい、あ、音楽も好きなんで。音楽やな、うん。いわゆる YouTuber がされているような動画とかは、あ、見たことあれ。あ、見たことないですか？お子さんが YouTube 見たりしません？見やへん。あの、触ったらあかん言うてるから。携帯来たような、あかんもんも見たりするときは。それは本当にあります、ね、あ、だから俺の携帯なんかその、ハッピーワンさんが入ってるから。ちょっとその、それを見られたら絶対ピン入れてください。嫌やろ、子供に見られんの。お父さんが知らんお姉ちゃんじゃない。モザイクかけてください。今のは絶対濃いめのモザイクでお願いします。あかんの。でね、僕いろいろ聞きたくて、クッキーさんの、まあ、お笑いのルーツじゃないですけど、うん、誰が好きだったのかみたいなんて。いや、そんなんもうテレビしか見てないから。ほんまダウンタウンさんとトンネルズさんじゃない？その当時テレビでやってたの見てただけ。ただただ本当にテレビ見て面白いなぁ言うぐらいのもん。じゃあどこでクッキーさんは芸人になると思ったんですか？俺はだからバンドやってたよ、高校時分に。俺ギターやってるけど、ボーカルもおったよ。はいはいはい。荒木ってやつが。荒木さん。荒木が、いや、急になんか NSC っていう学校があって、お笑い やれへんとか誘われて。荒木さんが誘ってきたよ。荒木誘われて、はいはい、俺別に何も行くとこなかったし、ええよええよみたいな。バンドも続けれるしなみたいな感じで入ったよ、はいはい。まあ、同期で言ったら13期生なんですけども、ブラックマヨネーズさんだったり、上課長さんだったり、そう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 、チュートリアルさんの徳井さんだったりが同期なんですけど、うんうんうん、相方のロッシーはまだ別に青木ってやつと、はい、あの NSC 受けてんねん。ごめんなさい、俺ほんまに知らんかったです。あ、そう、僕、そうそうそう、ロッシーさんと2人で入られたんだ、うん、昔から仲いいんじゃないですか、ロッシーさん。同級生って感じだよな。あ、同級生は同級生だったんですか？同級生で保育園から。ですよね。長長長長、うん、長長ですよね。長長長長。でも、そんな2人が別々で年収入ってますね。滋賀県やったからさ、はい、あの、通って、大阪まで、はい、1時間ぐらいかかるからもうだるいやん。はい、ロッシーの青木ってやつは、はい、あの届け出すんが遅うて NSC 通らんかって。あの願書みたいなことですね。そうそうそう、はいはいはい、ほらちょうどこの、あ、ごめん、日々が悪いな、これごめんな。そこの自覚はあるんですか？ある、うん。いやいや、それぐらいはいいですよ。これやってええの、これ。いやそんな違う。青木は無理で、ほんでロッシーだけ残って、はい、ほんでこの3人で行っとって NSC。 でも荒木さんとクッキーさんはもうコンビ組んでたんですか？何しか、何だとふわっと行こうかって感じやって。あ、じゃあ特に別に2人でじゃあネタ作って、うん、作ってない作ってないみたいな感じじゃなくて。ない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 。じゃあその3人でお三方でふわっと NSC 通ってたんですね。そうそうそう。ほんでネタの作り方もわからんまんまみんな滋賀から通ってて、はいはいはい、ほな途中で荒木が、はい、ごめん、ちょっと車やりたいわって言い出して、はい、やっぱやめよって。ほんで結局ロッシーと2人になって、ちょっと3人でネタ一発やってみようかとかもなかった。なかったなかった。な、何も考えない。マジで何しに行ってたんですか、3人。マジで分からんねん。ある程度学費も払ってるわけですよね。そうそう、だから学費もったないから行ってたみたいな感じじゃない。で、周りのね、それこそ次長課長さんとかチュートリアルさんとか、うん、徳井さんとか、うん、ブラマヤさんとかネタやってますよね、そこで授業で。いや、まだな、結構ほんま初期の初期、まだなネタの発表とかないような感じやったな。あ、じゃあ荒木さんだいぶ早く辞められたんだ。そうそうや、そうそうや。だからそそといて早々に辞めて。そそといて早々。さそといて早々。ホテモンズとの残りガスの2人がこうで、これが結局野生爆弾になるって感じだな。じゃあなぜその時に、じゃあ俺ももうええわってならなかったんですか？なんとなく NSC にちょっと仲いいやつができたりとか多分してるな、ちょっと楽しいなみたいな。そうそうそう、だけど学校に行ってるからさ、はいはいはい、なんか連れバーで出来出すやん、はいはい、うん、だからもう別に辞める必要もないわって感じで。クッキーさんは当時、あー絶対売れるからなみたいなのはもう一切なかった。ない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 、そんなもんただただ人生のちょっとした点を持ってたから、芸人になるなんて。へぇ、超絶思い出作りよ。超絶思い出作り。それがやっぱおもろいとおもろいねんな。のめり込んでもたで。あーで客の笑顔見て、あー言うてドカーン受けたら、キョッチャー。そうやな。ネタとかも作ったことなかったぐ
からなの。ないないないな、そのネタの作り方なんか全く分かれへんし、やりたいことがそれこそ見てたあのごっつええ感じとか、はいはい、トンネルさんの皆さんのおかげですとかやから、はいはい、全部ちゃんとセットがあるコントやん、はいはい、小道具が全部揃ってて、ね、はい、思いつくネタももうそういうセット込みの小道具がありきのコントしか思いつけんから、はいはいはい、ってなったらあれネタできたけど小道具今どうしようっつって結局ビニテで作り出せるようになんねんよ。 それがルーツなんですね。そう面白い、なるほどね。荒木さんとは今も連絡取ってるんですか？取る今も仲いいんですね。仲いい俺もやっとったらよかったわとかいう話にはならないですか？いやないな、ない、やれもう子供がなんかジャニーズさん好きやからお前ちょっとチケット取れへんのに吉本の芸人無理やってジャニーズさんはでね、僕本当に感謝してて、うん、我々ね、僕キングオブという顔もあってデビューした時に結婚よくスピード出世というか、うん、あそうね、前に売れさせてもらったんですよ、うん、当時いろいろ番組出させてもらった時に、うん、まあいろんな人からやっかまれて嫌われてたっていうのは自覚があった中で、うん、もう数少ない数人の方がすごい優しくしてくれたと。一人がクッキーさんだった。やろうかい本当に感謝してて、どうしてあんなに優しくしてくれてたんだろうって。ああ。多分もう僕が逆だったとしても僕もやっかんでたと思うんですよ、あの出方というか、うん、でキャーキャー言われて、うん、面白いかっつったら内容面白くないですよ。見た目がちょっと鼻あってピャッピャ僕が動いてみたいなこと、うん、それだって高校卒業して間もないですから、うん、そうやったもんね。そうだったんで面白いわけがない、僕が逆だったらないんやねんあいつらって多分なってたと思うんですけど、それでもクッキーさんはめっちゃ優しいしてくれた曲があるんですよね。なんかウエストサイドとかで売れてて、あ、そういうのもやってました、ダンスで、ね、しんすけさんが企画してくれて、そう、はい、いや、取らない名前出すないや、いいんじゃないですかしんすけさんもいいでしょ、名前出すのまだなんか離島にしんすけさんのこんな看板残ってるらしいよ銅像みたいな。いや、その話はいいんですよ、うん、ウエストサイドっていうのをやってて、うん、余計やっかむじゃないですか。なんやねん芸人がダンス歌って何しとんねん。 やっかむっていうかな、いや俺は思ったんは嫌なやつじゃないやん、今でもええやつやしさ。ありがとうございます。多分なあのみんな緊張してたりとか売れてるから周りの方が、そうこれ売れてる人と喋るのちょっと緊張せえへん。いやそれでも芸歴が違いすぎますやんか。あの時だってもう6年も7年も皆さん先輩で、いやしゃあけどそんなお前がだって1年目の時6年7年って6年しかやってないの芸歴考えたら。単純にそうですね。そうやろ、そんなもうみんな言うても貸すみたいなもんやのにさ、はいはい、いやいやそんなことない、そんなゴリゴリ売れたもうふーってなって緊張してもうってなってんやって。ああそうなんですかね。でもクッキーさんはもう、まあ、この言い方合ってるか分かんないですけど僕お兄ちゃんみたいな感覚だったんですよ。いやいらんわお前みたいな弟なんでそんな感じで接してくれたじゃないですか。弟にやめろ絶対ピー入れてください危ないでだからおい諏訪先で俺だから何回も言うなあかんそれあかん、今のモザイクでお願いしますクッキーさん違いもう止まってください、ずっとピーですよ本当にクッキーさんって変わらないんですよね、ずっと。あんま嘘やもんな、多分ね、うん、売れた方たくさんいらっしゃいますけど、うん、そのままの人って僕ね、あんまり見たことないんですよ。唯一、クッキーさんってずっとクッキーさん、そのままというか、そう、そのだから原石のまんまで折れる人ねあの磨いたりせんと、もう原石が美しかったっていうことだよね要はね、ある種流木に近いかもね、ゴミや思ったら宝やったみたいなね。ほんまだ、確かに。なあ、ほんまだってそうなの、そういうそういうの、そういう YouTube の悪い人出たからほんまだとかこれは大切な必要なことだあ、こっち喋りかけてるよ。いや、あの視聴者さんになるべくね、僕は目線を向けたいんですけども、ね、何が変わらないって、後輩の面倒だったりとかを、うんうん、すごく僕、クッキーさんは見る方だなっていう。それはでも偏ってんね、その好きというか、はい、大事にしてる後輩はうがってするけど、知らん人はだって知らんからさ。それはそうなんですけども、うんうん、僕のイメージは分け隔てなくと言いますか、ぶっちゃけ僕ってしょっちゅうは会ってない。なんかそうね、プライベートでじゃあご飯行ってたかって言ったら行ってないんです、うんうん、でも現場で会ったら優しくしてくれるお兄ちゃんみたいな感覚だったんですけど、会うたびに「おいカジ昼飯一緒に食いに行くか」とか、うんうんうん、あと「ルミネ座仕事」っていう劇場で出番合いまで「おいカジ買い物行くぞ」とか「おおああ行ったなお前な」言ってくれるのよ「おい行こうぜ」って「俺ちょっと帽子買いに行きたいね」っつって「一緒に行こうや」っつって行って、うん、行ったら行ったで「カジ好きな1個選べや」って言って買ってくれたりとか。お前買ったったな。僕あれもう嬉しくて嬉しくてもう潰れるまでかぶってましたからね。お前潰れとったであれいやあんなバンカラ番長みたいに唾ばっかりあんな感じなバカと焼けてもこの辺茶色になってるそうそう
で嬉しくって、それがどうしてそこまでする人なんだろうなって思ったこともあったんですよ。でも俺はそのなんかあえて優しくしようなんて思ったこともないし、なんかなんやろ、せっかく一緒にどっか行ってんたら、まあ、2人ともいい思いして帰りたくない。火事に帽子買ってあげた時も、ね、はい、消費者金融走ってお金下ろしてね、買ってあげてたし。そうでしょ、うん、そう思いますか。俺でもそういうの全然平気でできるタイプやから。あれ、あげに来てる。もう全然俺はもう、その自分が苦しくても後輩がもう幸せになるって俺は常々思ってる。クキさん、俺も全然クキさん、クキさん、じゃあ、バレてます。誰が。バレてる。バレてます。さっきまで本当に自然体だったのが急に分かった、モード入ったの。もうなんかもう色が変わりました。スンってなった。スンってなった。つま先もちょっと立ったら分かった。このモード入ったらクンってなった。何も考えてない、そんな。俺やん、でもこいつに優しとったらええなとか。まあ中にはね。いや、それはでも絶対ない、それは絶対ない。ええことされた人間とか、はい、ガーリー福島なんかも東京来た時に一番最初に右左分からん時にこうですよこうですよどうしてくれたあいつやし、やっぱ世話になってるから恩返ししてるって感じじゃない、はい、クッキーさんがお世話になった先輩っているんですか。ケンコバさん、ザコ師匠とかバッファロー五郎さんとか、そのあたりの方々の、うん、まあ、後輩への思いやりとかも勉強してたみたいなところ。そうね、だからみんな優しいでしょ。これだから営業妨害になっちゃうかもしれないですけど、うん、ケンコバさんとかもめちゃくちゃ優しいじゃないですか。コバさん、コバモテやけど切れたとこ見たことないから、ね、いやほんまに陣内さんが切れてるとこ見たけど。あ、一番優しそうやね。陣内さん僕にね、一回こう動画出てもらったんですけど、お前怒りすぎやって怒られたんですよ、うん、素晴らしい叱咤を受けたんですけど、うん、僕心の中ではあなたもですけどって思ったんですよ。めちゃめちゃいい人、めちゃめちゃ絡みやすいし、陣内さんめっちゃいい、ね、めっちゃいい人で、も超好きやけどやっぱ切れる時あるからね。クッキーさんがキレてたりとか、あ、人の悪口を言ったりとか、あ、聞いたことがないんですよ。悪口はでもあるんじゃない、基本的にはキレたりはせえへんで、ね、怒らないですよね。怒らない、うん、全然。それはもう我慢してるとこじゃなくて、そういう人なんですね。でもどうやねんよな、はい、いやでもそのあんまそういう感じはなんか、そのキレたり、いや、タバコ、そのタバコ、そうかな。一回戻ってもらっていいですか、うん、まあ、吸いたかったとしても、うん、ちょっとごめん、タバコ吸ってとかいうのが相場じゃないですか。あ、そうな。いや、だって今ほんまに話してるっすよ。真っ赤な中で急に人たちだした。いや、なんかもういい俺みたいですよ。お前もジャージやし、俺も寝巻き貸したんかな思ってて、やっぱりこんなん貼ってないよ。こっちのセリフですわ。一発からヤニ入れさせてくれ。クッキーさんが今はもうね、売れてもうすごいスターになられてるとは思うんですけども、うん、その一個前の話聞いてもいいですか。いいでいいでいいで。なかなか結果が出なかったというか、出なかった出なかった出なかった、うん、じゃないですか、うん、た時にその時の心境とかって、まあ、あの一回相方に辞めるわっつったら、はい、ほんま一回あんねん言うたこと。いつですか。おなげもう辞めようかなとか終わったよ。余裕でやる辞めたい時なんか一回あんねん言うたこと。もう愛もパパパパパパすぐまだこう水が落ちきってない。やったやった、またあの大きい氷砂糖もらえる。あなたが今こうやっていたものはシャトーブリアンですよ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。